今季最終戦の海外女子メジャーで19人が出場する中、渋野ひな子は前半を4オーバーで折り返した。前週の大会で股関節を痛めたが、無事にプレーしている。山下美優はイーブンパーで滑り出しており、古江彩香は3オーバーで出遅れている。メジャー最終戦第1ラウンドが終了。5アンダーで首位の春に、1打差の2位タイにコルダとルオニン。 西郷真央は3アンダーで4位イ。大里桃子は2アンダー、次期イ。小岩さくらと川崎春は1アンダー、12位イ。吉本ひかる。佐久間明はイーブンパー、18イ。河本傑は1オーバー、32位イ。岩井明愛は2オーバー、48イ。古江彩香は3オーバーで。畑岡奈紗。勝南、佐藤優香と同じ63位イ。 2019年大会発射の渋野日向子は17番のトリプルボギーなど80得点8オーバー134位タイからの巻き返しが必要となる桜井新それも10オーバー142位タイと乱調だった現在第1ラウンドが進行中55組でプレーしている12人の日本勢全員が前半の競技を終えたそのうち最上位につけるのは1アンダーの西郷真央 前半を終え、首位と言った差につけていたが、11番パー3でダブルボギーを叩き交代したが、首位との差は3打と高一で後半をプレーしている。2度目の出場となる河本哲也。前週に日本ツアーで優勝している川崎春初出場組の吉本光。大里桃子。佐久間明がイーブンパーグループにいる。畑岡奈紗。小祝さくら。明愛。 千里の岩井ツインズが2オーバーでプレー中。午前組の選手は、メジャーでの連勝がかかる古江彩香が3バーディ、3ボギー。1トリプルボギーの75で3オーバーの滑り出し。勝南も同じスコアでホールアウトした。パリ五輪に出場した山下美優は、鈴木愛と並び4オーバーの幕開け。今季日本ツアー4勝の武田レオは5オーバーだった。 桜井新それは、自己オーバーで苦しい1日を過ごした。現在の首位は4アンダーでホールアウトしたイングオニンで、チャーリー・ハルラ3人が行った差の2位グループで続いている。女子メジャー最終戦、AIG 女子オープン初日、セントアンドリュースオールドコース 6784YD 午前7時22分にスタートした渋野ひな子は前半インを2バーディ。 3ボギー1トリプルボギーの40でプレーし、4オーバーで後半に入った。1オーバーで迎えた難関パー4の17番で、2打目がグリーン奥のコンクリートの地面へ、3打目は土手に当たって跳ね返され、砂利道からのアプローチはグリーンの反対側にオーバーし、強音にパットを起した。山下美優は10番からの第1組でティオフし、3バーディ。 3ボギーの36のイーブンパーで後半へ折り返した。古江彩香は前半インの6ホールを終えて、1バーディ、1ボギー1トリプルボギーの3オーバー、1W でのティショットがポットバンカーに捕まった12番で脱出に2打を要し、合音2パットとなった。コースはこの日、早朝から強い西風にさらされた。 7日に英国スコットランドガレーンのミアフィールドで行われた女子ゴルフの海外メジャー最終戦 AIG 全英女子オープンの最終日渋野日な子が2位タイからスタートし3位でフィニッシュアシュリー・ブハイが優勝し涙を流した渋野は悔しい思いを口にした今大会には自信が持てずに臨んだが予選を通過し最終日を最終組で回ることができ 安堵の気持ちが込み上げた。ゴルフの調子や考えていたこととは異なるプレーをし、成長を感じた。最終日は強風が吹き荒れ、我慢比べとなった。65人中わずか13人がアンダーパーで回った。首位を独走していた選手もスコアを崩した。渋野は2位タイでスタートし、緊張感はなかったが、自らを戒める言葉を忘れなかった。 すごくもったいないプレーだったと思っています。最も悔やまれるのが14番となる。ティショットを左ポットバンカーに打ち込み、前へ出すだけだった2打目を経て3音を狙ったが、ピンまで約10メートルの距離を残してしまう。パーパットを打ち切れずに1.5メートル余りを残し、ボギーパットもカップの右に蹴られてしまった。4日間を通じて初めて、そして唯一となる痛恨のダブルボギー。 続く15番でブハイがトリプルボギーをたたき一組前のチョン・リンジを含めた優勝争いが一気に混沌としてきただけにスコアを通算8アンダーに落とした14番のトラブルの連鎖が結果的に最後まで響いてしまったそれでも今にも折れそうな心を渋野は必死につなぎ止めたアシュリー・ブハイとチョン・リンジにわずかいった届かない3位でフィニッシュブハイがプレーオフで優勝し アメリカ女子ツアー初勝利を手にした。涙をこらえた14番のダブルボギー。渋野は最終日。プレイオフに一打及ばず、悔しさを口にしながらも、予選通過し、最終組で回れた安堵感が溢れ出た。悔いが残る場面もありましたが、この順位で終えられたことに嬉しさも感じています。最終日は10メートル近い強風が吹き荒れ、決勝ラウンドに進んだ65人のうち、 わずか13人がアンダーパーで回りました。首位を独走していたブハイも4オーバーとスコアを崩しました。渋野自身はブハイと5打差の2位タイで最終日をスタートし、スコアの差がかなりあったので、緊張感はそれほどなかったですが、と振り返りました。自らを戒めるように、どうしても守りに入ってしまうところもあって、今日は3回もロングパットを3パットしてしまいました。 すごくもったいないプレーだと思いますと語りました。14番ホールが最も悔やまれるとしています。パーパットを打ち切れずに1.5メートル余りを残し、ボギーパットもカップの右に蹴られてしまった。4日間を通じて初めて、そして唯一となる痛恨のダブルボギー。続く15番でブハイがトリプルボギーを叩き、一組前のチョン・リンジを含めた優勝争いが一気に混沌としてきただけに。 スコアを通算8アンダーに落とした14番のトラブルの連鎖が結果的に最後まで響いてしまった。それでも今にも折れそうな心を渋野は必死につなぎ止めた。